今日はですね、じゃん、先日受けた簿記の3級の合格発表があります。10時にアップホームページでされてるらしいので見てみます。さっさっさ見てみましょう。出てるかな。あ、出てる。お、これで、あ、番号で表示されるわけだ。え、待って、私は、ん、じゃあ3の、あ、こっちか、3級だから3の0057です。ある、あ、ある、あ、ちゃうちゃうわ、これじゃない、あ、ある。3の、あ、0057、あ、これやな。おー、イエーイ、合格しておりました。やったー、あー、よかった。安い。2個で400円。1杯200円。うん。うわ。オレンジうま。うん。あ、いちごも美味しい。半額？ビビンバにしようかな。数量限定だって。これにしよう。今日で予定日まで9日になりました。10日切りました。ということで、最終入院バッグのチェックをしたいと思います。そう、リストを作ってあって、あと病院でこれ持ってきてねって言われてるので、それと照らし合わせながらやろうと思います。まず病院で持ってきてねと言われてるもの。あ、そうそうそう、すぐ取り出せるようにしておいてほしいものも言われてまして、
パジャマは前開きのものをすぐ取り出せるようにしておいてくださいと言ってたので、これ赤ちゃん本舗で買いました。授乳に適したやつで、ここなんか横からおっぱい出るようになってるんですよね。この緑色のバッグの方に入れるよう、あと産褥ショーツ、病院に行くときにすぐ履けるように、これもバッグに入れとこ。スリッパ、あ、スリッパがないねん。クータン、クータン困ってる。生理用ナプキン一袋、どこだ、あれ入れた気がした。クータン出たい、よいしょ。そこにおったらドアが開けれないよ。そう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 、はいはいはい、どうぞ。あれナプキンがないね。印象どっかに入れた気がしたけど、あれ、一旦このスーツケースの中を空にして、チェックしたものからこの中に入れます。で、赤ちゃんのものが、アナギガーゼ、おくるみね、ベビー服、ベビー服、まあでもセレモニーの服を持ってたらいいか。でセレモニーのお洋服を最近買ったんですよ。じゃん、ベビーのセレモニーのお洋服。病院から言われてるものは以上ですね。その他は病院が準備していただいてるものがあるようです。で、あと私が個人的に調べて持っていこうかなと思っているものがあるので、がマスクだね。トリューパッドも病院で準備はあるんですよ。足りなくなったらあれなので。で、そうだ、まあ、今これ準備をしてるので適当に今バーってとりあえず必要そうなものを入れてるんですけど、またこれ別の動画でちゃんと実際に入院して使ったもの、これは必要だった、これはいらなかったとか、そういうのものはちゃんとまた整理して動画に改めてしようと思いますので、そちらの動画をこれからもし入院される方がいらっしゃったら参考にしていただけたらと思います。友達がですね、わざわざ、はい、シンガポールにいるお友達がこれを送ってくれたんですね、お祝いで。すごいよね、別にその子も子供がいるわけじゃないのに、こんなお尻ウォーマー、お尻拭きウォーマーを選んでくれたのがすごい嬉しいです。これも病院に持って行ってちょっと使ってみようと思います。あー、でもあとそうだ、自分の着替え入れてなかったね。病院ってずっとパジャマで過ごしとったらいいんかな。退院する時の服はまた別で持ってきてもらおうか。エネルギー系入れました。どんぐらいお菓子持ってていいんやろうね。なんか遠足みたい。でもそんな出産中食べる人いないのかな。でもおにぎりとか持ってきたいな。というわけで一旦これでちょっと必要そうなものは揃ってるかなと思うので、まあ、あとはそうですね、陣痛が来てで病院によし行こうかってなった時にまた今入れてなかったもの入れて病院に行こうかなと思います。ちょっとなんかちょっとあれだね、なんか股が見えちゃう。はい、結構さ、すごくない、荷物の量これ。まあまあまあ、でも全部で4日間なんですけど、入院期間は。このスーツケースと、まあ、あとこの、はい、バッ
っていう感じで行きます。またこの入院バッグ、陣痛バッグ、良かったものとかレビューを改めて動画撮りたいと思いますので、今回はこんな感じで入院バッグ詰めてみました。それでは、38週の今のちょっとね、体の状況についてね、少しおやつ食べながらお話ししたいと思うんですけど、38週過ぎてからですね、だからめちゃめちゃ体が重くて、むくみもすごくなんか感じるようになって、で体重も、まあ私が食べたんですけど、体重も1週間で 600g ぐらい増えたんですよ。で、まあ、それもあってか、すごい体が重くなりまして、でも、出産に向けて赤ちゃんがこう、お腹のね、から、こう骨盤の方に向かって降りていくんですけど、なんかそれもあってか、腰周りが結構重い。本当に重い。マジで重い。今までは本当に結構私、身軽ですごい歩けるし、動けるし、そんなに言うて自分が、こうお腹大きい妊婦っていう自覚がないぐらい割と動けてたんですよ。でもこれがここその1週間38週を過ぎてからが結構ね、やっぱずっと立ってると本当にすぐ疲れちゃって、お腹もすごく張りやすいし、お産が近づいてるなっていう感じがしてます。あとね、まあ今もそうなんだけど、なんかちょっと腰のあたりが少し痛むというか、なんか陣痛、これでも陣痛じゃないよなみたいな、まあ、前駆陣痛って言ってね、痛みがちょっと一瞬だけ出るんだけど、すぐ引いてって規則的に来ない、それなのかなって思ったりしてるんですけど、初めての出産なので、その陣痛が何なのか、どんなこう感覚なのかみたいなのがやっぱりまだまだ分かってないので、まあまだでも規則的には来てないから違うは違うんですけどね。でもやっぱりなんか痛みがね、ちょっと出てきたりとかすると、ああ、どうしようって、いつもだから、あれなんですよ。痛みが出てくると何が不安っていうか、うわーって思うのが、いつ彼を呼ぶかなんですよ。いつ夫に連絡するかをすごく悩んでて、だってそれで、あ、やっぱり痛み引いてったから違ったわってなったら、ね、彼も移動してこっちまで来るわけだから、どうしようと思って。そしてもね、彼が大阪とか東京にいるので、すぐにはね、駆けつけれないので、夜中とかがね、やっぱり夜中にもし陣痛が来たら、交通手段がないので、どうしようって感じだから、できれば朝方とかに来てくれたらいいなーって。これもいいや。美味しいな。片栗粉の味で、カリカリして美味しい。あ、意外と美味しい。うん、確かにこのタレがいいな。美味しい。いいやん、マクロビ。
今ですね、私の今週の動画のアップが終わりまして、そして彼の、動画の編集のカットまで終わりました、めっちゃ悲しかったんですけど、まあまあそんな別に悲しくないけど、いや今週ね、あの彼の動画の中で自炊のシーンがあるんですけど、いつもお鍋作ってるんですよ。で、その化学調味料不使用のお鍋の素がないないっていつも言ってて、で、それでこの間母と一緒に行った自然派系のあの食料品店があって、で、そこで見つけたんですね。化学調味料不使用のあの動物性のものとかも使ってないお鍋の調味料があって、それをいくつか買って、でそれをあの大阪に送ったんですね。それどうだったっていろいろ LINE では聞いてたんですけど、あの動画で撮ってるから見てみたいな感じで彼から言われて、でそれで今ずっとねカットしててね、あの終わったんですけど、いざ見たらなんかあんま味の感想何も言ってない、なんか悲しいと思って、なんかもうちょっとなんか、ああ、美味しいとか、なんかね、もうちょっとなんかリアクションあるかなと思ったんですけど。はぁ、ちょっと悲しい。どうやったんかな？美味しかったんかな？でもね、6時ぐらいなんで、ちょっと今日はですね、なんと、いつも動画に登場してくれているクータン。クータンの、なんと17歳の誕生日なんでーす。わー、すごーい。まあ相当、あの、ね、長生きしてくれてると思うんですけど、はい。というわけで今日はその記念すべきお誕生日ということで、今から手作りの誕生日ケーキ、犬用の誕生日ケーキを作っていこうと思います。すごいすごい、食べます食べます。くーちゃんどう？一瞬でなくなりそう、うん、じゃーん、くーちゃん。はい、ということで最後まで動画を見てくださってありがとうございます。実はですね、もうあと予定日が2日後となっておりまして、もう本当にいよいよっていう感じなんですが、予定日からね、2週間後ぐらいまでは正期算っていう風に先生にも言われてるので、あんまり焦らずゆっくりその時を待ちたいなと思ってます。本当にいつも、嬉しいコメントだったりとか、出産頑張ってくださいっていう言葉に本当にあの励まされてまして、お会いしたことはないかもしれないですが本当に勇気をもらってます。いつもありがとうございます。何か私も皆さんにお返しできたらなと思うんですけど、はい、少しでも動画通して癒しだったりとか、何かちょっと一息ねつけるような、そんな時間を、はい、動画通じて送り届けれたらなと思ってるんですけど、皆さんも元気に、はい、健康にお過ごしください。というわけで今週も
あの緩い動画でしたが、見てくださって本当にありがとうございます。もしよければいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それからインスタと、ツイッターも更新してますので、よかったら見てみてください。それじゃあまた来週、バイバーイ。スタン、ブルブルしたら取れちゃう。